はい、では再開いたします。ナイトメアオブディケイのハードモードを遊んどりますが、そういう感じになったかっていう。アイテムなかったっけ？ないんだなぁ。じゃあ他に、逆に言うとアイテムがなかった場所にあったりするかな、今回。ああ、ここか。ここイベントなんだよなぁ。ちょっと後にしよう。でもちょっと待って、弾が、いや、足りないな。イベント戦があそこあるんですよ。ノーマルの時点でかなりきつかったので、ここもイベントなんだよなぁ。でもセーブしてるから、ここは、こういう風に行って、で、ここでショットガン取れるんだった。で、ショットガン取ったら、まあ、わかると思うんですけど、バリーンなんですよね。ここは逃げられるんじゃないか？さっさと、いやー、疲れたー。疲れてる。オッケーオッケー。よしよし、もう二度と来ねえよ。もう二度と来ねえからな、この部屋。よし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 。ショットガンを手に入れたが、で、どうしよっかな。ここか。これ奥にアイテムがあったんだよな。あのゾンビをうまい、2体に増えてんだよ、よく見たら。でも奥にアイテムがあるんだよな。気づかないで。いや、気づくよね。じゃあ、お前は、わざわざ遠回りしてくれたけど、頭を吹き飛ばす。で、お前は、こっちにつって、これだけもらって、ありがたい。で、さよなら。あの部屋、あれで終わりなはず。で、セーブルームか。多分こういうことをやっていかないとダメな気がするな、このモードは。で、こんだけあるから、の部屋入ってみるかな、キッチン。これが、ラストシュートがぶっ壊れてるとかそういう話なんだよな。で、こいつらは倒さないといけないけど、ダイナマイトでやっちまいたいな。オッケー。思いのほか巻き込んでくれた。で、ラッキーラッキー。これはいいね。
あ、くそ。ええー、ちょっと待って、攻撃力上がってない？いや、ダイナマイト置く位置もうちょっと手前にしようって塗ったからいいや。攻撃力上がってる気がすんな。これ下開かないんだっけ？開かないのか。はい。これぐらい。あ、ばらけちゃったな。あー、でもさっきと同じだけは倒したからいいか。いや、さっきより少ないか。まあいいや。あー、ヘッドショット行ってくれた。ラッキー。コック棒が残ったか。よし、まあいいだろう。これだけなんだっけか。はい。で、後で来るところ。一応これ取っとくか。失礼。こういうのが別に開くようにはなってるわけでもないしな。話が変わってる感じもないから、とっとといろいろやりたいんだけど、この廊下一通り見たもんな。で、2階へ。あ、セーブしよう。この部屋は謎解きがあるんだけど、まだゾンビは出てこないよね。ゾンビが出てくる前にどの程度調べられるかな。わかんない。わかんない。
ここか。一体だけかな、あいつ。確か、バスタブの裏にアイテムだっけかな。釣っておいて、そっち側行く？で、こっち、そっち側にないよね、多分。で、さよなら。で、これが確か向こう側からじゃないと開かない。これなんだっけ、ここ。あれ、なんかなかったっけ、ここに。ないんだっけ。猫ちゃんに話しかけないとダメなんだよな。入るけど起き上がるよな。どうするか。ピストルは使っていいかな。でもどれぐらいいるの。はい、3体はきついな。1体ぐらいなら無視するか。あー、でもこっち側に来ちゃったね。じゃあこうだな。結局ショットガンで全員やっちゃったな。まあいいか、背に腹は変えられん。で、この部屋なんだっけ。なんかいるアイテムあるんだっけか。これぐらい違う気がするな。こんなもんだっけ、この部屋。なんかもうちょっとあったっけか。ちょっと後で入ろう。で、ここに繋がった。犬がいたはず。回復アイテムは、でも6本もあるか。普通にフィスルで戦っていいか。うわ、増えてる犬が。ラッキー、一発で済んだからまあいいか。増えてたな犬。
ミートゴーレム戦があるから、ミートゴーレム戦用に、弾は取っとかなきゃなんだよな。どうしようかな。行けるところを行っておいて、いけない。じゃあやっぱりあそこに行くしかない。ショットガンで何体かやるか。あ、やべ、ちょっとさすがにそれはもったいないから。あ、なんだ、あ、ちょっと待って、それも初めて知ったら別に話してくれるんだ、途中で。ショットガンを外すのか、俺は。はい、で、あ、またで、あのハイズってやつなんかいたっけか。ああ、そうだ、これがあるから取らなきゃダメだったんだな。あともなんもないかな。なんもないよね。ショットガンを外すか、俺は。これやるか。そこだよね。あ、先にこれやっとくか。で、
これで、こっちのゾンビはいるけどって言ったけど、目の前にいるからこいつをやるか。ゾンビはいるけど無視していいんだ、無視をしたい。あーでも何度か通るなこの部屋、この謎解きもあるもんな。やっといた方がいいか、ゾンビは。ラッキー。危ない危ない。ラッキー。あーくそ。まあこれ今のところあるからそこまで代わり、弾の代わりにこっち使ったみたいな印象では入れるけど、外しすぎさっきから。あいつはナイフでやるか。そこにいるんだっけ？いるんだよな、多分そっちに逃げられないな。あーちょっとやばいかも。あー調子に乗っちゃダメ、調子に乗っちゃダメ。ちょっとめんどいからここでセーブしよう。これはこれでいいだろう。んで、あー間に合わなかったか。調子に乗っちゃダメ。
6発目でヘッドショットが出てもなぁ。一旦引くか。あーくそ、なるべくせこせこ行こうとは思うんですけど、だーせこくやりすぎてもしょうがないかな。今ぐらいの節約の仕方でいいかな。ああやれたか。こういう時にショートカットに登録しとくと楽なんでしょうけどね。多分あとどっちも2発ぐらい。そういうことある。踏みつかれる2人に。いやもういいや、普通に派手に行こう。ここはでもさすがに距離があるからな。いやちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。これで死ぬのは良くない。多分部屋移動したらダメージはリセットされちゃうからな。ラッキー。ちょっと引こう。一個よぎってんのはここでセーブするかっていうのがよぎってんですけど、さすがにそれはせこすぎるっていう。いや、そういうやり方やるにしてもせめてもうちょっと終盤に行ってから。で、ただこれで引くのはやろう。
あーでも倒れたか。欲張らない欲張らない。ああそうだ、それ好きじゃないんだし、やっぱダメージ量多いよね。黄色の状態から2発だもんね。ちょっとここで死にすぎ。まあいっか、一発外したが。だいぶ寄ってきちゃってるかな。おーラッキー。これはセーブしたいかな。ここまでラッキーが続くと。ちょっとこれはラッキーが続いたからセーブさせてください。あとはやらんでもいいかな。でも何度も来るとこなんだよな。うわー、セーブしといてよかったっていうね。これぐらいの節約の仕方でいいのかな。あと1体いるはず。おーラッキー。で、どれぐらいやっとりますか。もう30分もやっちゃった、ここで。はい。
フレッシュゴーレム戦か。まあ、行くしかないか。で、フレッシュゴーレムが現れたら、あそこに逃げ込むか。フレッシュゴーレムじゃないか、ミートゴーレムか。はい。で、戦い方は変わらないはずだけど。強化されてるかもしれないからな。痛い。振らせる。打つ。振らないね。ああ。振らせて打つね。振らせる、打つ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 。振らせる。打つ。あ、リロード忘れてた。あ、くそ。振らせて、リロード。で、はい。で、ああ、まだあっち側にいる。振らない？
振らせる、打つ、振らせる、打つ、振らせる、リロード、振らせる、打つ、振らせる、振らせる、打つ、振らせる、打つ、アークス外した、調子に乗ったんです、リロード、ちょっと、いやー、調子に乗ったなー、調子に乗っちゃダメですよ。あ、違った、調べちゃった。ここぐらいまで出たらあそこにいるかな。あ、まだいないんだ。はい、ん、あ、そっち、え、そっちにいることあんの、そっちにいることあんの。あー、調子に乗った、リロード、振らせて打って、振らせてリロード、振らせて打って、振らせて打って、振らせて打って、くそー、開幕でな、開幕でなんか変なところにいたからな、あんなこともあるんだ、なんか知らないこと多いな、やっぱり一周しただけだと。このゲーム実はランダムなのかな、部屋の外に出たら配置位置はここかそっちかで、部屋の外にゴーレムが部屋の外に出たらこの扉の前に行ってくれるんだと勝手に思ってたけど、試しにじゃあこれで、そっちだな、 あそこにいるね、はい、振らせて打って、振らせてリロード、振らせて打って、振らせて、振らせてリロード、振らせて打って、振らない、振らせて打って、リロードしとくか、振らせて打って、振らせて打って、やっとだよ、こいつに誘われてたってことなんだろうな。お前後で首借りに来てくれやるからな。
で、これも揃ってるっけ？揃ってるね。オッケー。で、セーブしますか。で、どれぐらいやっとります、この枠を。40何分か、微妙だな。もうちょっとだけやろうかな。で、どうなってるんだっけ。こことここだよね。こっちはあいつがいる部屋だはず。あ、全然違った。謎解きが変わってるかもしれないからな。一応まずこれで銃声で気づくだろう。で、こいつが消えなかったね。だー、倒れてくれると思ったんだけどな。こっちがあいつのいた部屋か。はい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 。あ、間違った。変わってないよね。そうだよね、女の頭持ってこいだもんね。で、あれまだ落ちない。これはでも変わってないかな。8ボールは刺してた気がするからな。
ああ、はいはいはい。ん？ちょっと待って、やりづらい。はい。これで、50何分なんで、この枠は、ここで終わりにしたいと思います。では、お付き合いいただきありがとうございました。